はいどうもパルでございますと、はい3日目ですね、行かせていただきたいと思いますと、本日もねご視聴いただき本当にありがとうございますと。でね、まあ1日目2日目と引いてきたわけなんですけども、まあ僕がね言いたいことはただ一つ、ノンタンが未だに行方不明ねえ、なんでだろうね。本当に僕のね、最推しであるノンタンだけがね、なぜか当たらないという状況なんですけども、もうこれね、ノンタンが僕から逃げてると言っても過言ではないっすね。いや、本当にね、全然当たってくれないわけなんですけども、まあまあね、本当に最愛の人がね、まあ行方不明ということで、今回はね、僕から迎えに行かせていただきましょう。はい、じゃあそんなわけでね、3日目ですね、行かせていただきたいと思います。オッケー!さあ、9周年おめでとうございます。そして、ノンタン!おー !SS ライ1枚 !OKOK! まあ、とりあえず OK ということで。あとは、ノンタンですね。そう。ノンタン、レアでもいいから、とりあえず来てほしい。あ、マキちゃん、かわいい今のマキちゃん、めちゃくちゃかわいいっすよね、ほんとに。多分プール掃除編だったかな確かね。ニコニーとかも SS ライ出てきてましたよね。いや、めちゃくちゃかわいすぎる、これ。ほんと、ね、やばい。ジャージ姿がほんとにね、かわいすぎる。いや、ありがたい。昨日に続いてね、SS ラーが来てくれたということでね、マキちゃんですね、本当に一緒にプール掃除してね、もう一緒にね、青春の汗を流したいですよ。おっさんが青春とか何言ってんだろうね。まあまあ、今回もね、SS ラーが当てられたということでね、本当に1日目みたいな結果にならなくてよかったですね。うん、そして、どうしてだろうね。